ガランダケ噴火口、ガランタケ噴気口群ガランタケは、大分県湯布市にあるトロイデ型の活火山。標高は1045メートルで、別名を、伊王山という。行政上は、湯布市にあるが、別府市の後輩地に位置しており、別府市市が地からも近い。西側の山腹には、塚原温泉がある。鶴見岳を主砲とする飛山群の北端にあり、標高は1045.3メートル。 中腹には直径300メートルの円弧状の加工地形があり、噴気活動が活発である。その北側の斜面には溶岩ドームの崩落によると思われる溶岩が多数認められる。2003年には気象庁の見直しによって活火山として認識すべき範囲に加えられた。気象庁指定の火山としては、鶴見岳と合わせて鶴見岳ガラン岳と呼ばれる。 ガランダケは約9500年前より若干古い時代に生成されたと考えられている。ガランダケでは1200年前と1000年前に小規模な水蒸気爆発が発生し、火山灰が南部や再六に堆積した。1000年前の噴火では土石流が発生し、再六の沢沿いに堆積したと考えられる。867年に噴火した記録がある。 867年の噴火の記録以降は噴火の記録はない。河口がある周辺はシリカの露天掘り鉱山跡であり、1966年頃には、計算白土鉱床が別府白土の名称で採掘されていたが、海外からの安価なシリカ鉱石の輸入に押され、1990年代に廃坑となっている。噴気体を持つ地獄と認識されていたが、 1995年、パワーショベルで作業中に一部が陥没し熱泥が噴出するようになった。熱泥の噴出部分は年々拡大し、2008年、現在、直径10メートル以上に成長し火口を形成している。火口内には熱泥が滞留しており、気象庁は泥火山に分類している。塚原地獄のちょうど反対側が、別府温泉の明番地区に相当し、 同地区の熱源になっているのが、この鶴見学、ガラン岳である。加工周辺にも噴気が出現し、元からあった噴気体は陥没の恐れが出てきたため、入場禁止となった。加工部分は、塚原温泉から徒歩3分で到達できるが、近年入場が有料化された。気象庁は2009年度補正予算により、ガラン岳の山麓に短周期地震計。 GPS 及び検知網を整備した。また、大分県が、ガランダ家の山麓に監視カメラを設置している。ガランダ家の直下 5km に存在する低比、抵抗領域は、地震の空白域にもあたり、マグマの存在が示唆される。ありがとうございます。